先月29日、屋久島沖で起きたアメリカ軍のオスプレイの墜落事故について、現場では引き続き行方不明の乗員7人の捜索が続いています。今後からはアメリカ軍や防衛省の関係者らが地元の漁業者に現在の状況などを説明するということです。午前8時半、安房港です。アメリカ軍の車両からゴムボートが降ろされました。これから捜索に向かうものと思われます。先月29日、屋久島沖で起きたアメリカ軍のオスプレイの墜落事故では、搭乗員1人が死亡、残る7人が依然として行方不明のままです。昨日、アメリカ軍と屋久島漁協の羽生孝之代表理事組合長が会談し、港を断りなく使ったことに対してアメリカ軍側から謝罪があったということです。事故から5日、漁業者からは不満の声も聞かれます。漁業にはもう相当影響あるわけですから、早く見つかって早くし、あの終わってほしい。もういつまでそのこの感染が終わるのかね。これ早くのどいてもらいたいね。威圧感を感じるね。今日は午後3時からアメリカ軍や防衛省の関係者らが地元の漁業者に対し現在の状況などを説明するということです。